はい、今日は買ってきた苗を紹介したいと思います。まずトマト、ピーマン、トウモロコシ、シシトウ、オクラ、子供大好きオクラ、スイカ、で最後がバジル。この耕した畑に植えてみようと思います。果たしてできるのか、チャレンジ。じゃあ実際に植えていこう。まずはトマト、この頃はそんなに好きじゃなかったんですけど、やっぱり畑をするってなるとトマトは外せないですよね。これはメガピーマンです。どれぐらい大きくなるのかめちゃめちゃ楽しみです。シシトウ、辛いものが大好きなのでシシトウも植えてみました。どんな風に育つのか楽しみです。1列目植えました。次2列目いきたいと思います。はい、続いてこれ。これはそんな深く掘らなくても良さそう。分裂してみた。オクラの苗ってちっちゃくて可愛いんですけど、このカップから外すときめちゃめちゃ緊張します。大好きなので4つにしました。優しい。次はみんな大好きトウモロコシ。甘くて美味しいトウモロコシ、食べるのが楽しみだ。深めがいいって書いてあったな。他の苗に比べて2倍ぐらいの深さで掘っていきます。耕している時に石を見つけてはすぐ捨てていたんですけど、穴を掘るたびまだまだ出てくる石たち。深すぎけな。これ完全に埋まるけど。深すぎる？ちょっと戻すか。いやー、畑って難しいですね。全然わからん。やりながら覚えていこう。
さあ2本目のトウモロコシ、今回はちょうどいい深さで掘れました。バジル、バジル、イントネーションって難しいわ。ちゃんと伝わっているんかな。そして最後が超難しそうなスイカ。さあ最後はスイカ。スイカ割りしたり、お風呂上がりに子供たちと一緒にスイカを食べたい。苗は全部植えてみました。で、土が乾いているので水をかけました。水撒いていきます。元気に育ってください。植えてみました。植え方とか育て方とか全然わかんないんですけど、とりあえず植えてみたっていう形で、結果はどうなるかまたお楽しみに。あとよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。